ん、待て、クソ、復活したアルハザードがボーデルの手に渡ってしまうとは。なんとかしないと。ダークプリンセス、そうか。ね、リアナ。大丈夫。レオン、ラーナ姉さん大。じっとし。ふん。戦局を考えると、ボーゼルの魔力が戻るにはまだ時間がかかるだろうから、光の軍勢を先に叩くべきだ。なるほど、論理的だ。ではこれより連中を追撃に向かうとしよう。あまり時間に余裕がない。急いで出発すべきだな。わかっているさ。みんな、急いでジェシカたちを追撃するぞ。みんなの風船のおかげだな。
闇の王子ボーゼルは魔剣の封印を解くためだけに帝国を利用していたのだが、すでにエグベルトはその事態を見抜いていた。ボーゼル、帝国、そして光の末裔の三つどもえの戦いの結果、勝利を収めたのは帝国であった。だがその戦いの中でボーゼルはアルハザードを持ち去ってしまう。帝国はアルハザードに対抗するためラングリッサーの封印を解き、急ぎボーゼルのいるベルゼリアへ向かう。ボーゼルの居城ベルゼリア城に迫った時、城門の前に立ちふさがったのはローガの妹である少女ソニアだった。よし、ホーリーロッドは手に入れた。早速陛下の元へ帰るぞ。はっ。待ちなさい。そのロッドを渡すわけには参りません。しつこい魔法使いだ。時間がないのでな。怪我をしていようと手加減はしませんぞ。
望むところです。ジェシカ様、撤退、撤退だ。なかなかやるな、あの女魔術師は。レアード様、大丈夫ですか？心配ない、急ぐぞ。ホーリーロッドを持ってまいりました。よくやったレアード、これで儀式に取り掛かれる。これよりラングリッサー解放の儀式に取り掛かる。光と宝の女神ルシリスの加護を受けし、聖なる権威、長き年月の果てに我らは光を求めたり。我が内に眠る光の封印を解き放ち、我が内に眠る光の力を剣に与えよ。聖なるロッドは光にあふれ、今剣はその力を取り戻さん。なんというまばゆい光だ。これでラングリッサーの隠された力が解放されたのか。うん、これでボーゼルのアルハザードにも負けはしない。よし、行こう。ボーゼルに追撃をかけるぞ。ここにボーゼルがいるのか。そうだ、禁断の地ベルゼリア。かつての光と闇の抗争で闇が封印されたという伝説がある。奴らが居城とするなら、このベルゼリアを置いて他にあるまい。よくここが分かったわね。ち、囲まれたか。いつの間に。ここより先へは進ませないわ。ソニア、ローガン、エルに、もう一度チャンスをくれ。今度こそ説得してみせる。俺をソニアのところへ行かせてくれ。わかった、みんな、ローガがソニアのところまで行けるように援護してくれ。任せて、バッチリ援護するよ。みんな、恩に切るぜ。